おはようございます。もう今日は運転しないんでね、朝から飲みます。いや、まあ今日は朝これから用意して、出かける用意してから神社行って、ちょっと都内の方に遊びに行こうと思ってます。はあ、眠い。今日は令和元年6月18日かな。ちょっとね、地元の方に行こうかと思って今阪神駅の来てます。はあ、電車乗るのめんどくせえな。大地元行って飯食って神社行きましょうかね。あんまりこの辺の町並みは変わんねえのかな。でもすごいよな、今あれですね、ここの産砂神社っていうのがあるんですけども、まあ産砂神社様までちょっと、ただまだ、ね、ちょっとね、はっきりとそこまで産砂神社様かどうかわからないんで、思われるところに行こうと思ってます。まあ、自分で、ね、探せるっていうこともあって、でちょっとね、自分でそう探してみた時に、やっぱ他の人たちの話だと、涙がねボロボロ出てきたっていう話も聞いたんですけどね、私の場合もちょっとね、もう涙が出そうになってね、なんで多分あそこの産砂神社様がそうであろうとは思うんですけども、ちょっとはっきりわからないんで、一応鑑定に出してもらって秋ぐらいにね、返答が来る予定なんで、まあ、それまでしゃあないかなと思いながらね、います。暑いなぁ。産砂神社様はね、そうでないかっていうのはね、その神明神社っていうお名前が、うちのね、すぐ家の近所に神明神社様があるんですよ。だからかなと思ってるんですけどね。あ、今建て替えてんのか。建て替えてるんだね。建て替えてるっていうか、この間もなんか一生懸命やってましたけどね。ちょっと。失礼してもらって、中をね、今ちょっと建て替えてるみたいでね、何もちょっと見えないもんで、ね、なんですけども、おみこしとかありますね。そうですね、キッズがすごいですね。何なんだろう、神様ですね。神様おられると思います。ね、ちょっと失礼します。
ってます。